はい、どうも皆さん、こんにちは、ティアと申しまーす。今回やったゲームはこちら、アイスを求めて3万円。そうきたか。このゲームですね、今まで夢見物語とか、アイス1決定戦、それを作ったカフェインさんという制作者の方がね、最新作のゲームです。私、ツイッターでチェックしている、過去一中なもので、すぐにダウンロードいたしました。さあ、そっち系か。夢見のメモリーを期待してたね、私。じゃあやっていきましょう。今回はアイス系です。冬なのにね。あ、もう春か。さあ。アイス食いてえと。ちょっと待って、音量ちょっと調整するわ。ちょっと音でかいもん。はい。これでいいな。アイス食いてえ！説明しよう！俺、田中は、ある日突如家に訪れた場所に死ぬほどアイスが食いてくる魔法をかけられてしまったのだ。そしてつい最近、その魔法を解くことができる究極のアイスがどこにあるのという情報を手に入れた。むっちゃ噛んでるけど気にしない。俺はそのアイスを見つけて今から旅に出ようと思う。幸い、そのアイスは世界に4つあるというところで、4つかよ！見つけることができるだろう。あ、動ける。あ、セーブできないよ。セーブで、わー、すっごーい。棒人間が歩いてる。シュールなゲームは、もうホラーな感じが全然しないもん。もっとホラー来てもいいのよ。多分本でセーブじゃないの、これ。はい。カフェインさん、やっぱそうっすか。ピザでいいじゃん。一週間前ピアノだ。これ弾いたら死ぬじゃね。弾けないのか。壁。ぶっ壊そう！壁は壊すものです。はい。ん？あ！ここで合ってんのかよ。しかも、バッドエンドを期待して今ぶっ壊したんだけど、自分。くっそ、違ったんだね。あそこなんだ。ベッドだ、寝よう。寝ますか？え、寝れんの？ちょっと待って。マジで寝れんの？あ、まあいいや、寝よう！うん。お布団には勝てなかったよ。エンド後、お布団。まあ、お布団は最強の敵だからね。お、ワンちゃん。甘えるな。何が。お父さんどうしたんすか。待って、これハマる。ハマってしまう。言ったら。やばいな、ああやめとけ、お前やめとけ、お前。俺は健全な動画作っとんじゃ、お前。あかんやろ、これ。犬ついてくんな。なんなんや、お前。作者の年齢は18だよ。きっとどっかの場所に役立つよ。あー、なんか、暗号、2桁の暗号とかありそうやもんな。やった、いった、はぁ、あ、思うかよ。やらないのかよ。そこやっとけ、面白いから。そこやっとけ、面白いから。BGM 流れてさ、青いつなぎになってくれへんかな。面白かったのに。あ、よかった。スミスやと思ってた。大丈夫やった。このゲームは5つエンディングある。5つ回収するかな、これ。エンディングのヒントがありゃいいんやけど。何これ。草原だ。え？こいつなかなかしぶといぞ。お前、頭どうなってん？頭3つに割れとるやないか、お前。どうなってん？ん？そこの君、ちょっと力貸してくれないか。しょうがねえねー。おら火炎好き、ギャーへっ、そっか、殺してやる。ん、いや、そんなやらなくても、何もそんなしなくても、たかが棒人間なんですよ。私ただの棒人間なんです。で、負けてんのかーい。け、ザコが、嘘やろ、お前。ふふ。おら、田中、お前は？え、あ、俺はカイト一層つばめ返しとか出すと。あんた強いんだな。あんたその頭で続きしたら強いと思うよ。お前と飛びになりやしゃいいか。はい、お持ちです。ありがとうございます。あ、よっしゃ、買おう。アイス？ついに魔王城か。
変な数字何があった？本当だよ、なんかバニラアイス増えてるしさ、このアイコンあれこじゃないの？エリちゃん何やってんの？究極アイスはここにあるらしいね。そうだね、エリちゃん。どうしたんすか、エリちゃん、急にこんなとこ。ミニバニラアイス。お前ら、過去作の主人公。おい、過去作の主人公、みんな出てきたぞ、お前。行くぞじゃねえよ。入ってるし、一般人、子供じゃないし、成長したし、急に。急に、ユーマさん何やってんすか。あれエリちゃん何してんのこんなところで。過去作の主人公ですね、エリちゃん。ミニバニナイス。この子も、こいつも、過去作の主人公ですけども。ね、一体何があったんすかね、これ。急にちょっと、しかもエリちゃん、魔法系に成長したのね。体当たりだと思ってた。ごめんね。体当たり。やっぱり体当たりあんのかい。魔の後期。アーム・オブ・ラビー。うわー、すごい。エリちゃん魔法覚えたの？エリちゃん魔法。やっぱりエリちゃんって言うんだね。この実況では私、エリと名の付くものを全部エリちゃんって言ってくんで、私。エリちゃん系実況者なんでよろしくお願いします。本当に。新しいジャムだな、エリちゃん系実況者って。何これ。嘘やろ？なんか増えた？どうしましょう？いらっしゃい。あ、どうもっす。あ、帰れたりはしない。さすがに。行くしかないのかね？あ、行くしかないのな。ここから横に入って盗賊の鍵があるとか、そういうこともない。じゃあ行こうか。一人なんかおかしいしな。おやおや？貴様らどうやってこの魔王城に入った？いや、普通に言ってくれたし。見張りがあれじゃねえ。せっぽいったらしねえ。今すぐ、ここから出ていくのであれば見逃してやるが。嫌だね。ならば、貴様らをここで沈めてやろう。我は魔王四天王の人に暴力くんだ。読むのが恥ずかしくなってきたわ、お前。3をつけろ、デコスケじゃないんだよ。くんだよ、これ。いいなだ。さあ、始めるぞ。真ん中はあれだけどさ、何横のボム兵みたいなのは。うわーい、4人パーティーでバトルかい。とりあえず、ニュークリアとか知ってるからデフォのままだと思うから、とりあえず、強撃とか、多分ね、どうだろう。こういうね、人が作った特技ってのはね、極端に弱いか、極端に強いかのどっちかなんだよ。悪いけど。じゃあやっていこう。ニュークリア撃とうか、とりあえず。カイトは魔法は打てないんだね。オーラブレードは確か単体やったか。残念。極端に強く極端に弱いんだよな。電撃は確か 1.0 倍の全体攻撃。よし。あー、エリちゃん体当たりでいいんじゃない？体当たり系女の子でしょ、あなた。よし、体当たりだ。いけー、体当たりだ。あ、そう、バニラアイスは確か体当たりがどんぐらいだったっけ。のしかかりが確か、3000ぐらいのダメージだったんだよね、格索の。あとはメガブリザードが強い。上級魔法、メガブリザードじゃねえな、これ。ブリザード2だ。どうやろうな、極端に強いか、極端に弱いなんだよな、これ。極端に強い方、かけてみるか。メガブリザード。カイドは電気を放った。あー、強い。ニコレ君には効かないか。ニュークリア取られた。1016、1086、1000、よし、メガブリザード。さあ、極端に強いか、極端に強いぞ。極端に強い特技だった。さあ、エリちゃん、足りない。ダメージは足りない。エリちゃん。エリちゃん、死んでしまう。エリちゃんを守るんだ。エリちゃんを守りなさい。エリちゃんを守りなさい。本当にもう。エリちゃんを守りなさい。エリちゃんを守っていきましょう。危ない危ない。どうしよう。エリちゃん耐えたり。ダメージ与えなかったか、そういや。エリちゃん。さすがに攻撃127じゃダメか。エリちゃん。耐えたり系美少女だったのにな。じゃあ、あなたが行くんだ。耐えたり。ミニバリア、仲間をかぶっている。さあ、よっと、耐えたり効かない。耐えたりも効いていない。攻撃。さあ、田中は元いいだろう。エリちゃんを生かしていく。この実況でなんかエリちゃんって言うんだろ、自分。ぶん殴る。カイトはこ、普通にこうしたらどうなんの？エリちゃんどうしよう。耐えたり効かないしな。とりあえず、エリちゃんは、敵全体これ2つは。サンダー2だな、じゃあ。BGM が、ループが、ループが、どんどん消えていくんですけど、BGM が。BGM のループが消えていきますよ。まあ、出た出た、よかったよかった。ああ、安心した。
メガブリザードめっちゃ強かったね。これ使おう。ぶん殴る攻撃。カイトの攻撃。回避率が高いのか。メガブリザード。サンダーツ。さあ。エイちゃん強い。あっと、バニラアイス。割れてしまうぞ、こんなんじゃ。溶けちゃうぜ。優しくしてくれよ。アーマーブリック。ああ、特技ばっか使ってるからが。あんま伸びないね。アーマーブレイクしようか。必中攻撃って防御下げるんでしょ。マナの攻撃いらない。サンダー。魔法で、リカバーしようか。さあ、ぶん殴る攻撃。アーマーブレイク。防御ダウンしたぞ。さあ、これでまあ、だいぶ回復なんじゃないか。てか、敵の攻撃が意外と高い。あ、弱い。なんてやつらだ。奥へ進むぞ。終わった。第二形態とかないの？おや？いや、ちょっと待って、同じじゃねえか。あらら、お客さんですか？見た、して、ちょっと待ってくれ、してんのってまさかお前、4人も戦うんか？フェードアウトして終わらして。ボーリックさん倒されたんですね。いいでしょう。仲間をやられたのを見過ごすわけにはいけませんからね。私は魔王神の人でカレイです。エリちゃん！ちょっと待って、だるくねこれ。カレイ、そういう意味か。カレーって。ちょっと待って、お前ら汚いんだけど。あ、ああ！あががががが！いや、そりゃさ、エリちゃんはさ、そりゃ、純粋な美少女だもん。そりゃ、ショック起こすでしょ。てか、マジで、これ、めっちゃやらなあかんのタイプ、これ。あ、よかった。でも、行動停止とかないみたいだね。よかった、よかった。オッケー。あ、ブリザードって敵も使うんかーい。あ、金返したー！来た、うちのエリちゃんと大違いだよ。うちのエリちゃん魔法補正率120%だから吹き飛ぶからね、魔法食らった瞬間。まあ、エリちゃんには、うちのエリちゃんはほんと魔法に弱くしてあるからって、ナイツゲロなんもやなんだわ。タックル、エリちゃん。ニュークリア。電撃。んスターライト。はい、メガブリザード。はい。もう、これだけ、いけると思うよ。あ、もうこれ1体になったら別の方に変えた方がいいか。おー、ちょっと待ってくれー。お前も使うんかーい。何返さー。エリちゃんが跳ね返してて、なんか、すごい自分の中で不思議だわ。自分で作った RPG でそんな風に跳ね返さないもんな。エリちゃん、あ、そっか、エリちゃんそういうことか。エリちゃん、ほんとエリちゃん、エリちゃん言ってんな、自分。エリちゃん何回言うんだろう、この時期は、ほんとにもう。鉄壁守り。あ、これはあかんやつや。物理ダメージがゼロになる。鉄壁守りすると、魔法しか受け付けなくなるやつや。オッケーオッケー。確か、必中音が跳ね返さなかったはずだよ。でも。アイス。電撃は跳ね返せないはず。うん、そうだね。合ってる合ってる。鉄壁守りの鉄壁は物理攻撃無効なだけやで。おっと、メガメザード、やたら食らうじゃないか。カレイなかなか強いぞ、お前。おめつえな。ふんふん。マジで結構時間かかるね、これ。ちょっ！早いぞ、お前。危ない、危ない。結構危ない。4000以上保っとった方がいいな、これ。タフだな、それにしても。結構タフやで。もう鉄壁守り終わったから敵。あ！これはあかんやつ。これはあかんやつや。うわぁ！うわぁ！一人死んだし。これは単性のやつか。単性に来るやつか。記憶してなかった。
よし。危ねえ。四天王ってさ、これはやばいぞ。時間かかるぞ、これ。なんかこいつ良そうだ。もうみんな一緒やないか、お前ら。勘がいいな。俺は魔王してないみたいに、ブラッドが急に中二病。言っておくが、俺はあの二人より強い。圧倒的にな。ザコがかかっていいな。もうだるくなってきたな。はいはい。やりますよ。どっちがブラッド？ほらあれか、ブラッキーメイドそういうことか、多分即死の可能性があるわけか。めっちゃ強いじゃん。めっちゃ最後やん。わー、次どんなやんだよ、お前。めっちゃやつやん。自分のさ、初め食ったクソゲーのイメージやわ。あいつラストがめちゃめちゃ良かったんだよ、初めのクソゲーは。マジで死んだっけな、あれ。あれもアホみたいに死んだってさ。あれ戻すのジャイアント、自分も。あ、やべ、まだ出る。あ、エイちゃん、エイちゃん、よく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 アイスを求めて四天王を戦うと。貴様か、わしの仲間を元気をしたのは。そっちが邪魔してきたんだろ。わかった。もう何も言わんで。わしは、魔王四天王最強のとこでまんじゃ。今ここで、貴様らを葬られてくれるわ。すごいフレンズだ。なんかすごい。なんかもうすごい。これどこにこんな素材あったんだろうなーって。終わった。うん、めっちゃ強かったわ。お前笑顔でこういうこと言うな、エイちゃん。本当にさ、あーもうだるいんだけど。いや、アイスねえよ、こんなところに。オーガンなんだからよ。絶対ねえよ。お前ここに来て疑うな。疑うなんだもの。ミニバリナイス溶けるしな。作者の都合だよ、言うな、お前は。エリちゃんしかまともなやついねえじゃねえか、このパーティーはよ。エリちゃんしかまともなやついねえ、このパーティーよ。うわぁ。あー、もう何回ローガー、ほらほら、よくあるやつや。ん？兵士、熱すぎる。水、そこかよ。そこなの、お前たち。いや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 、戻らせて。
ちょっと手紙がボスだと思ったじゃん。どうしよう。いや、戻りたいよ。見てない。あの手紙なんだったの見てないわ。え？あれ？あれ？あれ？あの手紙見たかった。何だったの？あの手紙なんて書いてあったんだ。カフェインさん教えて。